取手、市毛悠茨城県道229号、取手谷中線は、茨城県取手市内の一般県道である。取手市青柳の県道取手東線交点を起点に、北西方向に、まっすぐ伸びる道路で、JR 常磐線に並行する。取手市内の終点、谷中交差点で、茨城県道208号、長岡藤代線と接続する。 1965年に新たな一般剣道として北相馬郡取手町大技取手を起点とし北相馬群藤城町大技谷中の終点まで至る区間を茨城県が剣道路線認定した1995年に整理番号変更により現在の整理番号229となり現在に至る取手バイパスが共用されるまでは一級国道6号の 温泉として使用されていた。1963年以前の遠隔については、水戸街道、国道6号を参照。取出市、井の桑原を結ぶバイパスは、取出市街地の環状道路整備事業の一部区間として、平成19年度に都市計画事業認可を受け事業が進められた街路で、取出市管理の本県道のバイパス道路の扱いでも、ある。 2011年から着工された JR 常磐線をまたぐ古戦橋である桑原陸橋は2015年に完成、強要したことにより、取出市街地を中心とした環状道路である上新町環状線の全線が開通した。道路法の規定に基づき、取出市、青柳同士井野間は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。現在の茨城県道208号谷中交差点。ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、 P14ABC 龍ヶ崎工事事務所。都市計画道路上新町環状線が開通しました。茨城県ホームページ。茨城県。2016年6月6日閲覧。県道路線の認定。茨城県法。第5264号。P2。道路の区域決定。道路の共用開始。茨城県法。第5264号。ピアニッシモ。4号。 県道の路線名及び整理番号の変更。茨城県法第637号。ピアニッシモ82。道路の区域の変更。茨城県法第2398号。ピアニッシモ4五道路の共用の開始。茨城県法第2742号。P8AB。県道の管理に関する協議に対する同意。茨城県法。 第2743号 P13 龍ヶ崎工事事務所都市計画道路上新町環状線整備事業茨城県ホームページ茨城県2016年1月8日閲覧道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2980号ピアニッシモ1828ありがとうございます